カール・ゲルトナーカール・ゲルトナーはドイツの植物学者、医師である。19世紀半ばに植物の交雑実験を行った遺伝学のパイオニアの一人である。月品源に生まれた。父親のヨーゼフ・ゲルトナーもサンクトペテルブルクの植物園の園長を務めた植物学者である。月品源大学、中敏源大学で医学を学び、1796年にカルフで 開業医となった。1800年から植物学者となり、特に植物の生殖の実験を行った。ヨーロッパを旅した後、1824年頃から植物の交雑実験を始めた。イギリスのトーマス・アンドルー・ナイトや、ジョン・オス、フランスのオーギュスタン・サジュレラと共に、交雑1代目は親のどちらかの性質を受け継ぎ、交雑2代目に、 交雑に用いた元の植物のそれぞれの性質が現れることを見出した一人である。1826年にドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれ、1846年にビュルテンベルクの王冠賞の勲章を得た。父親の著書、植物の果実と種子の改定を行い、自らも多くの著書を残した。カルフニテボツ、CF ガートンは、 植物の学名で命名者を示す場合にカールゲルトナーを示すのに使われる。ありがとうございます。